こんな素敵な方がジャニーズ事務所にいるんだと思って、まあ、ジャニーズ事務所に入るきっかけになった人ですね。そうなんや。ちょ、世界の友達紹介する。友達と。ということで今回の企画は相関図を作ってみよう第5弾。よっしゃー、行ったぜー。なんだお前、めっちゃあるわよ。さあ、以前はですね、ハッスン、ミッチー、西畑、流星でやった相関図企画の第5弾でございます。もう5弾ですよ。はい、今回は私が2回目したいと思います。第5弾、第5弾、ガネッツギー。第5弾、第5弾。じゃあ隣全然盛り上がってる。俺の総数2台や。うん、絶対な。絶対しないで。ということで今回はですね、ケントに総数を作ってもらおうと思います。ケント。どうですか、ケントのこういう関係知ってる？いや、分からんけど多分小島健以外おらんかった。確かに。いやいやいや。地元のあの友達とめっちゃ電話してるイメージ。なんか電話だったら急に言い切り出す。そうそうそう。言うな言うな言うな。言うな言うな。ね。もう行こうよ。気になるよね。早速行ってみましょう。さあ、それでは、ケントの相関図に参りたいと思いますけども、はい、じゃあまずはもう名前から書いていただきましょうか。はい、自分の名前ね。おー、結構ちょっとデカめですね。デカめやね。いいね、字が綺麗。はい、はい、1人目、長尾健太です。はい、よいしょ。長尾くん、長尾健太と言います、はい、じゃあもう自分の思うように書いてください。そう、憧れの先輩。じゃあなぜ、ね、小路健太先輩一応な。一応な。はい、はい、はい、憧れの先輩がですね、生田斗真くんと安田翔太くんです。はい、ちょっと一人ずつ聞いてまいりましょうか。はい、じゃあ斗真くん、生田斗真くん。生田斗真くんは、入所する前に、うん、僕らがいたっていう映画をやられてたんですけども、うん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 、その映画を見て、あ、素敵な方だなと思い、うん、ちょっとこう気になって調べたらジャニーズ事務所の方で、あ、で、あ、こんな素敵な方がジャニーズ事務所にいるんだと思って、まあ、ジャニーズ事務所に入るきっかけになった人ですね。うん、そうなんや。はい、え、そう、入ったきっかけで言うと自分から送ったの？自分から送ったのもあるし、まあ、お母さんが入ってみるかって言われて、うん、まあ、入ってみようかなみたいな。推薦してくれたんや。はい、今日生田斗真くん誕生日やで。あ、この、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。続いて安田くん。はいはい。安田くんは事務所に入ってからかっこいいなと思って憧れた方で、うんうんうん、すごく後輩思いで、うん、連絡してもすごく長文で返してくれたり、いや、そう、最近元気かとか、うん、悩んでないかとかよく送ってくれたり、めっちゃ優しい。だって動画も送ってくださったりとかね、送ってくれる。 T シャツをいただいて、うん、安田くんってこう T シャツを染めたりしてるんだけど、うんうん、なんか T シャツくださいって言ったらこう自分のために染めてくれて、優しい。色が緑でした。おー、斗真くんと安田くん、ここが好きっていうの一番。生田斗真くんはジャニーズ事務所としても自分でこう道を切り開いた、うん、すごいかっこいいなと思いますし、芯を持ってる方だなと思いますね、うんうん、安田くんは歌唱力だったりだとか、なんかこう芸術的な要素で憧れてますね。ファッションっていう共通点もあるしね。そうですね、安田君は衣装を作ってたりだとか、うん、なんかそういうセンスなところも憧れてますね。で、生田斗真君とはお話をしたことあるの？舞台に何度か見に行かせていただいたりだとか、少しご飯も食べさせていただいて、あ、そうなん？あの、皆さんいる中で、うん、早めにちょっと帰らせていただきますって言うと、うん、だいぶ奥の席に座れてたんですけど、うん、こう入り口まで出てきてくれて、わ、また家来てよって握手してくれて、かっこいい、かっこいい。でも絶対会ったら握手してくれる。いつか共演できたらいいねって言ってくれてるし。そうなんや。プライベートで遊ぶならどこ行きたい？生田斗真くんなら、生田斗真くん写真カメラとかもすごい好きで、一緒に写真を撮りに行きたい。おー、いいよ。おしゃれ。安田くんはやっぱ服詳しいから買い物に一緒に行きたい。あー、そう。続いていきます？行きましょうか。うん、後輩ちゃん今ね、かっこいい名前の子多いですから。道枝俊介とかね。そう、道枝俊介とか、道枝俊介とか、道枝俊介とか、ね、ちゅって俺、長尾の子は一応ドキやい。すごい、乗りツッコミ。すごいわ、出たね、今乗りこ、乗りツッコミ、乗りこ、出たね。乗りこ、しかし、後輩、うん、リトル関西の
トーマ・ルークと、うん、でボーイズ B の丸岡光成、うん、美少年の金指一世くんです。金指とかないやん。東京に来させていただいてから小倉で他の東京のジュニアとかと会うやん。会う会う。やっぱこう喋りかけに行くのもあんまりなかったねんけど、一世だけは長くない、長くんってめっちゃ喋りかけに来て、一世もスニーカー好きらしくて、それ共通点もあってで仲良くはさせてもらってるかな。丸岡、昴生、ボーイズビーの、うん、初めて出会ったのが、ちゃんと喋ったのがなにわ男子ができてすぐの梅田芸術劇場でのライブで、うん、その時まだ丸ちゃんちっちゃかったから、うん、ケータリング取るの背伸びしてスープとかすすってたの、うんうん、それがすごい可愛くて、うん、話しかけてスープ入れてあげたりしてると仲良くなった。マリちゃんね、まだ今でもそれこそなにわ男子のインスタ見てくれてて、写真上がったりしたらいいですねとか、写真上がったってくれるね。うわかわいい。あとまあルークはまあただ単に仲良い後輩です。よく聞くよね、うん、ルークとはそれこそツアーの時とかもずっと喋ってるし遊びに行ったりしてたんで、うん、なんか趣味とかが似てたりするから、うん、結構フラットに喋れる後輩、ね、後輩感は全然ないけど、うん、プライベートでも交流はあるの3人とは。一世とまだ行けてないけど、そうやね、丸ちゃんとはこうリハバとかで喋ったり連絡したり誕生日プレゼント交換し合ったりして、うん、かわいい。ケントから逆に丸ちゃんに何あげるの？中学生。俺ゲームのカセットあげたよ。あそっか、ね、喜ばれるね。だからこのゲームのカセット持ってるんかなとか、うん、うわどうしようみたいなドキドキしながら買いに行った思い出はある。久しぶりのおもちゃ屋さんとか行くんちゃう？久しぶりのおもちゃ行ってなんか買う時にさ、うん、クリスマスぐらいやってこれお父さんに間違えられたの。なんか息子さんへのプレゼントですかって。その時何歳やった？18歳。18で結構大人っぽかったんじゃない？それはまるちゃんからもケントの誕生日にプレゼントくれた。くれた。何くれるの？何やったっけな。ここ大事よ。中学生からさプレゼントってめっちゃ多分悩むと思うで。お菓子の詰め合わせとかやったと思う。あーかわいいな。かわいいね。そういう感じのやったと思うな。嬉しいよな。一番嬉しいよ。一番嬉しい、うん、じゃあ続いていきますよ。はい、伝説の軍団を紹介します。伝説の軍団。それでは紹介します。はい、はい、伝説の軍団福本さんです。よいしょ、出ました福本さん。伝説の軍団なんですね。はい、こちらはどういった、軍団となってるんですか？谷道が同じ旅チンポン。最初はそんな感じで始まりました。はい、で今ではこう月に1回決起集会が行われる。そうなんや。それはどんなことするんですか？ただただご飯食べるだけです。おお。ご飯食べてこう普段の話とか趣味の会話とかしたりしますね、うん、できた経緯があって、うん、やっぱなんか大橋くんと大悟くんと正門くんと同じ高校やん、うん、帰る方向、うん、俺らもあんなええー、な頑張れはあったんや。頑張るし。で、大成くんが言い始めて、ああそうだよ、なら俺らも帰り道一緒やし作ろうや軍団でできたのが福本なんです。あー、それは知ってた？あのライバル軍団できてたっていうの知らんかった。知らんかった。競合や競合じゃん。名前なんで福本なんの？なんか、うん、一番うるさい大成くん名前つけようかみたいな。なんかあんねやろ、その役割分担みたいな。その役割あるよ。何役割って、ね、はい、まず団長が福井君。福本団やの。福本団やの。福井団長やの。福井団長やの。確かに。取締役。あ、うん、おお、社長。僕取締役。うん、大成君初期。初期？初期やのいたの。小島家海賊王。初期来て会計とかじゃなくて。いいね、小島家。海賊王。海賊王一人だけ。いいね。ほんまに団やん。大海原にいてるらしい。どうですか、なんか最近福本団であったエピソードだったりあります？ A グループがライブしてたから、たまたま空き時間あったから大成君と小島と僕で飲みに行きました。飲めんもんな。そうそう、福本団でもいや4人で飲めたらいいなとか飲めるときは来たらいいなって言ってたから、はい、こうお酒で乾杯したとかはすごい感動的やった。そういう時のね、お会計みたいなのはきっちり割り勘なのか、なんかその福本団っていうから大勢が払うのか。これはまあ仮に1万3500円でしょ。
会計が、うん、会計が13,500円としたら500円からじゃんけん。端数からだよね、端数からで、負けた人が500円、単位で決めていくのよ。でもその人が抜けるわけじゃなくて、またリセット、リセット。あー、そういうこと。ずっと勝ち続けたら13,500円払わなくなる。なるほど、面白い。俺その戦いで勝ったことありません。なんで払ったことない。基本じゃあいつも払うの誰の。バイセット。なぁ、確かに。これからも多分ずっと一緒のいいね思います。うん、先生やな。先生、うん、先生です。おお、先生とは。先生とそれこそなにわ男子プロデュースしてくださってる大倉と、うん、でこうドラマで共演させていただいた純くん、うん、そちらもこう演出であったりだとか衣装を教えてもらってます、うんうん、はい、なるほど。でこのお二方とご飯を食べる機会があったのよ。うん、え、二人と純くん、大倉くん、僕。すげえ。機会があって、はいはいはい、で考えてみれば嵐の最年少、うん、純くん、うん、関ジャニ∞の最年少、大倉くん、うん、なにわ男子の最年少、俺。うわ、最年少のご飯会やったわけよ。すごい。なんか末っ子会や。そう、末っ子会があって、お二人の最年少としての背中が大きすぎて、うん、こんな最年少にならなあかんねんなって思いました。わあ、それはね、話せる範囲でいけるどういった話をされてたの。やっぱりこう演出の話であったりもしたし、何が好きなのとか話したりしましたね。へ、うん、連絡先交換させていただいたんですけど、うん、連絡するのとか緊張してしまうから、うん、あんまりできてなかったねんけど、純くんがお前連絡先交換したんだから連絡してこいよ、何でもいいから。へえ、優しい。それめっちゃかっこいいだよ。かっこいい。俺もうこれ収録終わったらボーイズビーに全員言おう。いや、出せ。マネするの出せ、マネするの出せ。これなんか前回大悟にも聞いたんだけど、あの二宮くんのなんかよく使う絵文字とか。あ、そうですね。どうですか、松本潤くんがよくケントとの LINE でメールでなんか使うやつ。よく使うスタンプ。あ、ちょっと書いてもらっていいですか。じゃあちょっと。イメージ気になる。こういうやつですよ。あ、あれ。ああ。あ、スタンプね、はい、絵文字とかではなく、スタンプあるよね、こういうスタンプね。スタンプで、うん、ここに、うん、動きも、動きがあるスタンプで、動きがあるスタンプ、こうなってて、うん、ドンマイっていうスタンプ。これちゃんと許可取っといてね、今 YouTube で速乾図やってて。そう、このスタンプよく使うところいいですかって、これ話してもいいですかって。確認取れる。これダメってなったらとりあえずモザイク入れてもらおう。これモザイク入れる。わからんな。来ました。来た、はい、お、なんて来た、はい、全然いいよ、わらって来てました。ありがとうございます。優しい、ありがとうございます。嬉しい、この情報嬉しいです。じゃあ気になるので小島健がよく使うスタンプ。いらそれはええわ。小島健携帯持ってない。携帯持ってるやろ。何連絡絶対持ってるやろ。じゃあ続いていきますか。うん、はい、じゃあ意外なところを。お、意外、意外ね。こちらですね、はい、サッカーの話をする先輩。おお、平成ジャンプのヤブコウタくん。ヤブコウ、ヤブコウ、そっか、ヤブくんもサッカー好きやもんね。そうです、サッカーの番組をやってらっしゃって、うん、僕レアルマドリード好きなんですけど、ヤブくんも同じレアルマドリードが好きで、よくそのお話を会った時にさせていただいたりだとか、連絡もさせてもらってます。へえ、そうなんや。レアルマドリードの試合がスペインの現地の時間やから、うん、朝4時なわけよ。日本時間で言うと朝4時。試合が、うん、日本時間で言うと朝4時、うん、朝4時に連絡しても返してくれる。あ、見てんねや。負けてたりすると全然テンション上がんないよとか。確かに初めて知ったかも。初めて知ったね、うん、ある程度事務所の方が、そうやね、うんうん、出ましたね。来るんか、僕から来るか。僕の夢だったお、はい、ヒカキンさん。あ、なにわチューブでもお世話になりましたね、本当にお世話になりました、ヒカキンさん、はい、連絡先も交換させてもらいます。そうなんや、いいね、うん、最近何したん、連絡。最近は、うん、それこそ二十歳になったので、うん、誕生日のと飲みに行くぞって送ってくれました。優しい。世界の友達紹介する。世界の友達聞きました、はい、世界の友達こちらです。あ、リオネル・メッシ、セルヒオ・ラモス、いや、エンバペです。友達だ。あ、一度会わせていただきました。マジ目の前で。すごっ。
はい。で、喋った？いや、すれ違うだけです。おい、友達ちゃうやん。友達ちゃうやん。その人たちはどうして友達なの？誰かの分にした今一瞬で大橋くん乗っ取られた分かんない、投げてたの分かんない一定のトーンで言ってたもんどうして友達なのガンバ大阪とパリサンジェルマンの試合を見に行かせていただいた時にお仕事で行かせていただいたんですけれども、うん、その間近で、うん、スター選手を目の前で見ることができて、うん、会えたのがすごい嬉しかったすごい豪華豪華やな豪華でしょじゃあ最後最後最後ちょっとおばあちゃん紹介させてもらいます。え、大丈夫？おばあちゃんはおばあちゃん。おばあちゃん。ふぶきじゅんさんね。おはい。出演者方。そうや。そうです。隣の力。じゅんくん主演の隣の力というドラマで、うん、おばあちゃん役で共演させていただいたふぶきじゅんさん。うん。今でもこう連絡を取らせていただいていて。あ、そうなんや。すごい、はい。その時からちょっとこう料理も教えていただいてたり。よく連絡は取らせていただいてますね。この前誕生日なんで、うん、このスウェットもらいました。あ、そうなの？可愛いと思ってた、そのスウェット。ありがとうございます。ほんまにおばあちゃんみたいな。おばあちゃんみたいに接してくださっていて、うん、そのドラマクランクアップした時も、うん、もう一人の孫だよって言ってくれて、嬉しい。あとはこうおすすめの映画とかも教えてもらって、素敵。これ見た方がいいよみたいな、はい。東京のおばあちゃんって感じです。いいね。素敵。はい、この総監督はこんな感じです。はい。いい話しちゃったよ。キャンド締めてもらってもいいですか。はい、僕の相関図はこんな感じでした。次の相関図は誰かな。よいしょ、また来週ということで以上なにわ男子でした。チャンネル登録よろしく、グッドボタンもよろしく、相関図もよろしく。